J1 グランプリ2020 エントリーナンバー2番誰だどれだ誰だ、はい、エントリーナンバー2番ヤブ八乙女コンビ。やっほーとストレッチか、やな声出しだよ。逆に悪いどうもよろしくお願いします。あのヤブーでいろいろ調べてたら素晴らしいアイドルを見つけまして、ヤホーね、いやもっと本当はヤフーなんだけど、ヤブーじゃ俺が調べたになってるから。見つけたのはハイサイジャンプというグループなんですけども、沖縄のアイドルかな。ハイサイジャンプは今8人で活動してて全員乙女で、もう八乙女のことかな、あれは名字だから。でメンバーを紹介すると、まず一人目が知念。いやそんな坊主みたいな名前じゃないからね、知念ね。あそうでした、知念里奈さん。いやさっきの沖縄に引っ張られてるな、知念優里。でね、ちょっと名前が言えないメンバーもいるんですよ。なんか放送コード的に際どいみたいで、いやそれ山田くんね、確かに際どい二人出てたけども。あとは中島くんなんだけれども、あれ下の名前何やったっけな、出てこないじゃないですか。あれケントやないし、あの翔也でもないし、中島言うと別の中島が出てきまんやな。中島何やったっけ、中島言うと、中島言うと、いや言ってるから中島言うとね。あと狩岡ね、狩岡ね、狩岡ラモス瑠偉さんのニックネームだから。誰が知ってんだこれ。あと高木くん、これも下の名前が出てこない。あー誰やったっけ。ちょいちょい出てくる関西弁なんですか。あの高木優也いうやつ、あのた、何だっけ下の名前、高木優也やつ、高木優也。いやもうだから言ってますからね、高木優也ね。あともう一人もちょっと名前が出てこない。もうさっきから全然出てこないじゃない。本当に調べたの。いや雰囲気は分かってるんですよ、肉食系の男の子とかね、草食系の男の子とか、系統で言うならこう異能系の男子っていうところまでは分かってるんですよ。ちょちょ言ってるだからさっきから言ってますよ。そしてね、リーダーがファブコータ。アルバムのタイトルちゃっかり宣伝ぶち込んできましたね。そんな平安ジャンプぜひ応援してください。そんな古くないからいい加減にしろ。ありがとうございました。すごい。テンションが。